翻开漫画《岛根座》系列，也藏有台湾风景，像是台北101就在里头。这部漫画是日本漫画当中相当有名的代表作，台湾也有一大票书迷。而作者红间宪史最近再度来台湾取材。到东吴大学演讲会场里座无虚席，前阵子作者还到立法院参观，对于一场内吵闹激烈的样子印象特别深刻。日本は台湾よりは少ないと思います。でもそれを、まあ、ある意味そういうマイナスがこう描くんではなくて、台湾の政治家を描くんでしたらやっぱり真面目に働いている政治家の方を描きたいですね。计划要把台湾的立法院风景画进作品，而岛根座系列主角也已经从课长当上会长，更有书迷好奇为什么要设定主角周旋在众美女之间，事业发展都跟女人亲密关系做连结。30歳、40歳、課長部長の時代はですね、まだまだいろんな女性が周囲に現れたんですが、60を過ぎてから全く地味になりまして、読者の方がもっと女性を出してくれと言われてるんですが、なかなか現実はそうはいかないと思って最近は出しておりません。而且你注意到了吗？红间还说，岛根座都是离婚才有新的男女关系，更是女生主动追求，要避免让主角陷入外遇或偷吃的情节，通通都是经过巧思安排。然而，许多书迷看了30几年的漫画，更好奇为什么自己像主角那么拼命工作，却无法有相对成就。红间也笑笑地说，这就是社会的缩影。这次造访台湾，这位神级名师也要在演讲当中一次满足大家对于漫画的好奇。东森讯，徐宏志，我已经在台北采访到。